ヤギキャスターが注目業界のトップを取材ヤギひとみの直球ぶつけます今回はこんにちはヤギと申します今日はよろしくお願いいたします,ししますマネックスグループの生命裕子社長に聞きます 新ニーサがスタートして丸三ヶ月ということで、うん、貯蓄から投資への流れというのは数字にでも現れてきているところだと思うんですが現状どう見てらっしゃいますかそうですね新ニーサかなり大きな施策でしたねと若い方から意外とですね、うん、50代60代の方がニーサという制度ができたということで新たに開けられるとかですね、うん、ネット証券という業界は追い風だと思います、はい、今年 差がスタートそして史上初の日経平均4万円突破と追い風の一方上位2社さんと私たちのこう口座数の差がねずっとこうギャップが広がってきた何年間かだったんですけれども。はい、口座数は 業界トップを走る SBI 証券が1200万口座楽天証券が1000万口座と順調に伸ばすのに対しマネックス証券はおよそ250万口座と伸び悩み差をつけられています。そうししたた中去年10月発表したのがドコモはマネックスグループと 資産形成の世界を変えていく NTT ドコモとの資本業務提携ですマネックス証券はドコモの子会社に独立路線から一点通信の巨人と手を組みます具体的にはどういうふうなそのシナジーを 生んでいきたいのか例えばまあサービスでしたりとかどういうものを考えているのかこの辺りはいかがでしょうかはいドコモってポイントサービスですとか d 払いアプリとかいろいろございますよね、はい、皆様が日々使われている経済圏みたいなのがありますよね。はい、ドコモさんののサービスの中で、えーっと 資産形成のまあサービスを受けられるっていうそういう一体化したあのサービスを作っていきたいなって思っているんですよね。一番最初にご提供しようと思ってやっているのが D カードでの投資信託の積み立てですね。D カード まあ、クレジットカードですよね。D カードでも投資に積み立てができるっていうサービスを今一生懸命。まずは、あの、ご提供しようと、夏ごろにご提供しようかなという。うん、それこそ、がの、生活の中に、資産形成が自然に、寄り添っている状況を。まあ、そういった形で作りたいなと思ってます。逆に言うと、今までは、そこを、その、自力でやっていくのは、ちょっと難しいかなと思ったところがあったということで、はいうん。ございましたね。どうしても証券口座って。 なんかちょっと敷居が高い敷居じゃないねハードルが高いというか証券口座ってちょっと生活の外側にないですかあるんですよねなのでなかなか自力でやっているのはやっていくのは難しかったですね。九千万人を超えるユーザーを抱えるドコモのデータを活用しまずは五百万口座を目指します。先行する二社が行う。 日本株の売買手数料無料化、マネックスも追従するかについては、全面無料化は私どもは今のところあのするつもりはないですっていうことをお伝えしているんですけど、そもそもサステナブルじゃないと思うんですよね。なんでちゃんとこう手数料とかをいただくかっていうと、お客様にいいものを提供し、 対価を支払っていただいて、でそれをさらに商品だったりサービスを良くするために投資をさせていただく原資なんですよね。だから手数料を払ってもあマネックスだったらえっと増えてるなっていう体験していただくとまたじゃあちょっと次こういったサービスも使ってみようかなっていうふうになるじゃないですか。完全ゼロっていうのは少し、えー、まあ歪みがあるんじゃないかなと考えてます。 口座数の重視というのはあのおっしゃってはいたんですけれどもその激化するこう業界内の手数料の引き下げというか無料化に関して言うと。 そことはまたちょっと違うところで全面無料化ではなくちょっと違うところで勝負していきたい付加価値をつけていきたいという話が大変印象的でした、うん、VTR にもありましたとおりマネックスグループなんですが NTT ドコモと資本業務提携 NTT ドコモがおよそ500億円を出資しマネックス証券はドコモの子会社になりましたこれ発表されてからもう半年経つんですけれどもまだ具体的な動きはあまり見られていません玉木さんどう見ますか あのまず発表自体この組み合わせは本当に驚きましたマネクスさんって1999年四半世紀前にネット証券の、まあ、先駆けですよね、うん、できたところで SBI、うん、もそうなんですがその間かなりの口座数の差が出てしまった時に、うんまあ、起死回生の一手だなという点では非常に戦略的な資本業務提携だと。うんうんうん いうふうふに受け止めました、うんまあ、この資本業務提携等によって、マネックスはドコモのサービスと機能連携で、d カードによるクレジットカードの積み立てでしたりとか、d ポイントを利用した投資信託の購入などを準備していると、その清水さん、お話しされていたんですが、こうしたまあ新しいサービスでえ顧客を獲得できるのかどうか、この辺りはいかかがでしょうか、はい、私が注目したのは、2番目ですかね、ポイント。この 利用した投資信託の購入、うん、まずポイントがやはりキラーワードだと思うんですが、はい、あのやっぱり心理的ハードルが低いのでその投資とつなぐこう接点というのがあ<ー>まあやっぱりドコモユーザーのもう私もこうユーザーなんですがポイントすごいたまるんですね、うん、ここのポイントが投資信託っていう形で入っていくと、まあ、単なるポイント運用じゃないとすれば、うん、まあ 顧客のののとというのを集まるかかなと確かにある意味、自分の持っている現金を出すよりもたまったポイントを使うという方がハードルは確かに低いかもしれないですねここがどう効いてくるかということなんですが、はい、あの先ほど玉木さんのお話にもありました口座数に関してもちょっと見ていきたいと思うんですけれども、はいえー、ご覧の通りですね上位2社とは口座数でまあ差をつけられているところです。ここの差を埋めるるとができるんできしょうか これはなかなか難しいかと思うんですが組む相手がどこもという点でポテンシャルは非常に大きいと思うんです、はいでまあ、そこの差を埋めるには、まあ、大きな経済圏というんですかね、うん、あの清明社長もおっしゃってましたけれどその経済圏の魅力、充実というのがどうしても欠かせなく、えーまあ、この、えー、5倍の差ですか。うん、それを 単純に埋めようとするならばこれはまあ私の単なるアイデアですけどマイレージとかアマゾンとか本当に大きい巨大な顧客を持っているところまあメガバンクとかかもしれませんしそういうところと近づくかどうかっていうのは焦点ななるかなとそういう意味でねマ、まあ、ネックスが今回ドコモと組むっていうのはなんか思惑は分かるんですけれども逆に、はい、NTT ドコモ側の思惑っていうのはどういったものがありえるんでしょうか。はい この携帯キャリアでいうとドコモだけ金融サービス持ってなかったんですね、はい、あの au も,も、えー、持ってますしソフトバンクも持っている、うんうん、これで、まあ、サービスとしてのメニューは揃ったという点ではドコモにとってもかなり健康一滴で資本提携したという意味はい、うんはい、そもそ,そもの素朴な疑問なんですけどその携帯キャリアがそういった証券会社をと組むというのはどういったメリットがあるんですか 一つはドコモユーザーのおー私もそうですが、えー、ポイントがさっき、えー、たまるとうん、うん、このサービスのこう使い道というのが、うん、あ,あるんで,すか、ね、そうですね、うん、実は意外と商品だけだと、うん、やっぱり限界があるなというのが使っている感覚があり、うん、それが投資に回るうん、うん、あとはもしかしたら銀行とか保険とか金融でそういうお金の使い道をまあ 変容すするというかですね、うん、そういう多様なサービスというのはこれからの携帯サービスの成長とも直結するんだろうと思います、うんうん、そういった意味ではまさにこうウィンウィンというかお互いの狙いが合致した資本業務提携だったと、はい、ということなんです、ね、その点では非常に戦略的だと思います。うん そしてマネックスの生明社長なんですがドコモから出資を受けた500億円で成長投資をしていくというふうに、はい、え強調していました特にお話強くお話しされていたのが資産運用ビジネスに力を入れたいといったところだったんですが、うん、これは具体的にど,どういうふうに捉えていますか。 あ私は非常にクレバーだなと思って受け止めました、うんはい、どういうことかというとですね、まあ、さっきの企業年金もそうですしこれからあの資産運用というのがまあ企業も個人も非常に大事な時代になってきます、うんえー、にもかかわらず実は日本ってプレイヤーがあんまり育ってないんですね、うん、アメリカだとお聞きになったことあるかブラックロックとかですね、はい、そういういう有名なな巨大な、うん えー、運用期間というのが成長しているんですが日本にはその日本版のブラックロックってないんですね、えー、メガバンクとかそういう大手証券もありますけれど、うん、そこまでの魅力ある商品提供までできていないなそういう世界に清兵衛さん入ろうという意味で言うとうん、うん、まだまだチャンスはあるんではないかと思っています、うん。これからではあの、まあせ 積極的なセミさんあの M&A のところでも有名な方だというふうに伺っているんですけれども、はい、これからもこう積極的なその M&A 投資、M&A でこういろいろと幅を広げていくっていうそういった戦略はマネックス証券続けていくというふうに見てますか？それは見てます。うん、あのこれまでも仮想通貨のコインチェックとか買収したり、はい、まあ挑戦的風土がある会社さんだと思うので、うんうん、そういう点ではそういう。 と言わせるようなことを期待したいです。はい